始まりました。久しぶりにロータスさんが、はい、来ていただきましてありがとうございます。ロータスさんです。こんにちは。こんにちは。本当久しぶりでね、本当なんか嬉しいですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあまず声掛けだけをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。第51回鈴木平次の平次エイジ始まりました。いや本当ゴールデンウィークね、もう、はい、まあ皆さんたちも多分あれだと思うんですけど、かなり今回10日間令和になって初めてのね、このイベントというかこの、まあ、動画を配信させていただくんですけど、やはり10日間ってね長かった ね本当に思うんですよね。実際やっぱり10日間ってね、自分で過ごすのっていうのをやってみたらですね、何やっていたかっていうと考えてみると、ほとんどですね、テレビでも放映されてますけど、家にいる方というか、まあ、家で自宅で過ごすって方が多いって書いてあったんですけど、本当にその通りになってしまいまして、はい、私も10日間はですね、本を読んだりとか、あとは家の片付けをしたりとか、あとはそうですね、たまに夫婦でですね、はい、出て、街を散策したりとか、そういうのはやりましたけどね。それぐらいでしたけど、ロータさんはどういうゴールデンウィークをされましたか？ゴールデンウィークはちょっとイベントね、高橋奈々ちゃんの、プロレスに観戦しに行ったり、あとは、水上のカメラマンの、吉岡さんのね、写真展に銀座でね、土屋、ショールームですね、そちらでやられてるのを伺ったりとか、あとは孫が遊びに来たので、孫さんね、はい、いや、お孫さんいらっしゃる、ロータスさん、とってもじゃないけど見えないんですけどね、年齢は分からないですけどね、でも本当にすごいですね。でも実際まだね、ご家族とね、やっぱりこう、触れ合うというか、機会があるというのは、いいことですよね。そうですね。やはり大事だなと思うんですね。私も実際問題、やはり家族って一緒にいてよかったなと思ってですね、本当よ、もうね、これからもやはり家族っていうのは大切にしていきたいなと思ってるんですけど ね、やっぱり普段の生活の中だと一緒にね話す時間っていうのもやっぱり短いですから、そうですね、そうお休みの時に一緒に話をね、お互いの話をするっていうのも、そういう機会を持った鈴木さんは素晴らしい。ありがとうございます。そう言っていただけると自信がつきます。本当にね、それまでは本当に自信のなかったっていう、これ今日ちょっと話を聞いてみたいなと思うんですけど、やはり男性も女性もですね、なんていうんですかね、こう話す時ってやっぱり大事なのは、やはり女性を褒めましょうとか、やはり相手に気配りを持ちましょうとか、そういうのいろいろお世話してるんですけど、なかなかね、裏表というかですね、こうあって、男性の場合特にですね、一番困っちゃうのは、私今あったんですけど、実はそのすごく仕事もできるし、なんていうんですかね、もう雰囲気もいいし、かなりこの方を、だったらいいだろうという方がですね、そしたら、いきなりですね、お店に入ったんですよ。で、お店に入ってデートしたんですよね。デートされた時に、そしたらですね、いきなり、なんていうんですかね、食べ物というか、この注文したものが来なかったんですよね。で、来なかったことにイラついたのか分かんないんですが、その店員の人を呼んで、お前何やってんだこのバカ野郎とか何とか言ったんですね。その瞬間にその女性の方は引いてしまったということがあるんですね。何が言いたいかというと、やはりこう、恋愛もそうなんですけど、社会に出るといろんなことあるし、ストレスもたまるんですが、だけどやはりその中でやはりご自身を、せっかく婚活してる方、特に婚活されてる方にはですね、これ婚活されてる方に向けの番組として提言させていただいてるんですけど、やはりなんていうんですかね、裏表がない方がいいのかなと思ってるんですけど、ロータさんどうですかね。そうですね、裏表っていう表現もあるし、自分の素を出すっていうところで、自分のその感情を、コントロールっていうことでもあると思うんですよね。やっぱりこの場ではどうしたらいいか、別によく見せようっていうわけではないですけれども、やっぱりその婚活をしてるんでしたら、その人の仕草や言葉遣いっていうのもね、すごく
もう意識されるので、そこのところでちょっとつっけんどな言い方ね、さっきのお話よりも、の手前の部分でもちょっとつっけんどに言われたりとか、まあ、そんなの知ってるよとかって言われちゃったりすると、なんかこれからなんか一緒にいてもそういうの言われちゃうんじゃないかとかね、思うんじゃないかな。特に女性はね、そういうふうに思っちゃいますね。そうですね、敏感というか、かなり敏感だと思うんですよね、そういうところね、だから一つの言動が、あの変わるね、あえて、まあ、あの次につながらないことになってしまったりするんでね。そうですね、非常に残念なことですよね、だから常に、ね、やっぱり人が言葉をしゃべるっていうのは、生まれて、ね、言葉を覚えて何気なくしゃべってますけれども、やっぱりもう大人になっていろんな社会でいろんな人たちとコミュニケーションを取るときには、やはりそのこの言葉を言ったらこの場でどうなるかなとか、ちょっと半歩先のね、なるほどね、意識というのをやっぱり持って話された方が、その人のイメージっていうのも、なるほどね、やはりね、新海塾で、やっぱりルータさんなんかもやはりいろいろこう人とのこうお会いする機会が多いじゃないですか、そうするとやはりルータさん、私見てて思うんですけど、やはりこう穏やかにこう、一歩前、こうなんていうんですかね、何かしら考えるとき、誰かに伝えるときに、呼吸というか一呼吸してるように感じるんですよ。なのだから私らも男性もそうなんですけど、感情的になると何か腹が立ってしまうと、もう考えるよりも、行動というか、なんかなんか、まあ、ふざけんなとか、バカ野郎とか、そういう言葉が出ちゃったりするんですよ。あります、だけど、まずはその一呼吸、呼吸を置いて、でまあ、なんかこう、なんていうんですかね、心を落ち着けてみて、それでも納得いかないんだったら、まあ、何かしら、まあ、言い方あると思うんですけど、あのね、言ってもいいと思うんですけどね。そうですね、あ、今ね、暗闇ワインバーの、会社の谷口京子さん、ありがとうございます。大人の意識、そうね、大人の意識、そう、まあ、大人の意識もそうだし、大人の余裕っていう感じですか ね、 なかなかそれがね、ないっていうか、ない人もいるということですね、だから実際自分もそうだったと思います、あの若い時は、まあ、あの自分があの、まあね、あの量販店というところにいたんですね、でその時には嫌でもかでも、要するにその生産性を上げなきゃいけないから、人に対してもですね、こう気遣いよりも、まあ、早く売れって言ったようなもんで、鬼軍曹ですよ、本当鬼軍曹ですよ、そういう見えないかもしれないけど鬼軍曹なんですよ。 だとしたら、それはやはり、え、あれ、あの人鈴木さんなのって言われて、陰で、あの人そんな人だったかなとか言われるのがすごい苦痛 で、 そうです、ね、やっぱり口から出た言葉っていうのも戻せないですから、そうです、もうその一瞬にその言葉を、他ではいい言葉を話していても、その時にきつい言葉のインプットされちゃうと、あ、鈴木さんってこういう人なんだなっていう印象にね、印象って大事だなと思いますよ ね、 すね、だから婚活やってる、ね、方々は特にそうだと思いますよね、やはり、まあ、これからやられる方もそうだと思うんですけど、やはり言葉というか、大人としての余裕、だからやはり、まあ、私はいつも先ほども言いましたように、ローダさんを見てて、あのこうなんていうんですかね、なんか感情で出されたところ見たことないんですよ、まあ、もちろん当然あるのかもしれないけど、見せないんでしょうね、そうですね、あるとは思うけど、あると思いますけどね、何か話すときに、ちょっと呼吸を置きますかね、呼吸ね、呼吸だったりで、ね、 あとは何か本当これを伝えたいと思っても、それを全部は言わないようにします。なるほどね、そのいっぺんに、なるほどね、そうすると受け皿、ね、相手の方っていうのもそれぞれ受け皿があるので、それに対しての言葉は入るけれども、それ以上のことを言われると、あ、なんかすごいいっぱい喋る人って思われ受け取られてしまうっていうのもあると思ありますので、やはりそこの部分は割合、常になんか自分と相手がどんな割合で話しているかとかね、それをこう考え、ちょっと頭に入れてか、お話しされるといいと思います。なるほどね、その実際問題、ただ男性のところ、女性のの違いがあって、これ本当に男性って、あの女性はやはり感情でこう動くんですか、だけど男性って、まあ、ロジックっていうかですね、よく聞かれると思うんですけど、なんていうんですかね、もうスペックだとか、なんかこうパソコンの CPU は強いけれど、実際問題、
解決問題をこうなんかしないんですけど、解決しないと気が済まないところがあるんですよね。だからそこがなんか自分でもね、うん、今までの反省点も含めて考えると、はい、やはり余裕がないから、うん、とにかく何かしらですに伝えなきゃっていう。だからお見合いしてても、はい、例えば女性と話すにしても、はい、なんかいいことを伝えなきゃいけないという。あそううん、だからそうすると頭の中で何か考えるんだけど、はい、それが空回りしちゃって伝わん、結局あの人何言ってんだか分かんないって言われたりしたことが何度もあって、そうですね、そうなんです。だからね、ちょっと一呼吸あっても、ね、沈黙にはならないので、あ、考えてこの人は話すんだなっていうふうに見られると思います。そう、そこな、うん、今いいとこいいこと言ってくれたなと思って、はい、すっごくね男性で、私もずっとそうだったんですけど、沈黙怖いんですよ。沈黙がとにかく女性と話してて何か話さなきゃいけないんだけど、そこで行き詰まったらそこで黙るじゃないですか。黙った瞬間に真っ白に頭になるんですね。はい、だからもう次に黙ってこうなんかもうじーっとしてるだけになっちゃうんです。そうですね。だから今ちょっとコメントいただきました、谷口さんが、鈴木さんが鬼軍曹信じられないです。はい、ありがとうございます、谷口さん、ありがとうございます。いや本当にそうなんです、はい、鬼軍曹っていうかこう見えないかもしれないですけど、はい、嫌な表現を、はい、言葉を、うん、今まで言ったことを何度もあったんですね、その、うん、若い時、まあ、仕事で仕方ないとは言っても、はい、やはり言った後の後悔しか残んなかったんで、そうですね、はい、ですから先ほどロータさんがおっしゃったように、はい、もう言葉を発信してしまった以上は戻せないんで、うんうん、もう後悔しか残らなかったです、うん、だから本当によりよく見せようっていうことよりも自分の言葉を選んで、はい、どんな言葉を使おうかなっていうのを、はい、いろんな人の話をね、どの会話を使ってるのか見るのもいいと思いますよね。そうですね、うん、それがまた傾聴力って方にも結びつくと思うので。そうですね、うん、で今、市川まどかさん、恋愛番長、はい、恋カレのね、講師でもある。そうですね、はい、緩むことが、うん、人を許すことになるのかなと。なるほど、さすが番長、いいこと言いますね、本当、さすがだと思います。ピリピリしそうな時ほどリラックス、うん、なるほど ね、そのね、うん、それがね、なかなか、まあ、やっぱりこう一呼吸置かなきゃいけないんだけど、うん、やっぱり言えなかったなってい こう反省のことはもう反省だらけですね。だから、ね、改めてもう一度それを振り返ってみて、うん、自分自身を、はい、今この恋愛事業やってる中でも、はい、男性に向けていきたいのは、うん、はい、男性は今優しいです、確かに、はい、だけど、うん、いざという時はやはりこう、なんていうんですかね、出ちゃうんです。やっぱどうしてもプライドとかもいろいろあるんで、いろんなものあるんで、はい、出ちゃうんだけど、そこはやはりロータさんじゃないけど、うん、男性でもやはり一呼吸、うん、そうです、そのイメージはね、イメージは持った方がいいなということですよね、はい、で、なべさん、渡辺千春さんから、はい、鬼軍曹から仏様への転身で、神様、仏様、平治様、神は、ありがとうございます、神でした、神神様のね、神様、はい、になっていました。ありがとうございます、渡辺様、本当、渡辺さん、ありがとうございます、神様、はい、これはいい神様、仏様、ね、平治様、素晴らしい、これ使わせていただきたいと思います。で、ね、そんな平治さんの、はい、イベントが、はい、ありますね、はい、あるんですね、はい、こいから研究所でですね、はい、今度18日、来週も、もう5月の18日なんで、あっという間になっちゃうと思うんですけど、はい、カレーと題しましてですね、はい、カレー、はい、カレーですね、カレーです、はい、カレーをですね、はい、皆さんたちと独身、男女が集まって、はい、もう買い出しから始まって、あのね、どんなカレーができるか分かんないです。だけどみんなで一緒に作って一体感になるとですね、はい、うん、やはりこれ実はやる意味がですね、はい、意図があって、はい、なかなか男性も女性も、うん、要するにお見合いをしなさいとか、はい、要するに紹介をして合コンに行くとか、うん、いろいろあると思うんですけど、パーティーに行っても、はい、なかなか話せないじゃないですか、はい、だけど料理って、うん、一緒にこう共にですね、何カレー作るから始まるんで、非常にですね、楽しいイベントになってると思います、うん、もしですね、恋カレー18日の10時半からやるんですが、はい、土曜日ですね、土曜日です、土曜日です、はい、もし興味ある方はですね、はい、私にですね、はい、個別に連絡いただければなと思っておりますし、はい、ロータスさんでも構いませんので、はい、いただきたいなと思っています、まあ、あとまだ若干目大丈夫なんで、独身のね、独身 の、あと大体30代から40代前半の方がですね、はい、嬉しいかなと思ってます、
で、はい、一緒になってやりたいと思いますので、はい、はい、分かりました、はい、最後ね、谷口清子さん、リライフですねってね、あのリライフですねって、ね、うん、ありがたいですね、素晴らしい、谷口さんね、ありがとうございます、いつも。そう、ね、で谷口さんはこれ3時半からですね、ここの場所で、リライフ TV っていうね、あの番組をあの配信いたしますので、ぜひ皆さんご覧ください。ぜひぜひ、はい、ゲストは、一般社団法人日本メンズフラダンス協会の、理事の土屋さんです。あ、はい、土屋さんですね、お楽しみによろしくお願いします。はい、はい、まあ、じゃあまず5月18日のコーヒーカレーを、はいはいはい、ぜひあのもし興味ある方がいらっしゃいましたらですね、はい、あのご連絡いただきたいと思います。はい、はい、以上でございますね、はいはいはい、じゃあ今日はどうも本当あのローターさんと久しぶりに話せましたので、ありがとうございました。ありがとうございました、まあ、とにかく 呼吸ですね、呼吸が大事っていうことを頑張っていただきます、うん、はい、はい、あ、谷口さんが今度鈴木さんご出演くださいっていうオファーが ありがとうございます。もうそんなもう光栄でございます。ぜひあの参加させていただきたいと思いますので、ね、よろしくお願いしたいと思います、はいはいはい、じゃあどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、じゃあどうも失礼します、はい、失礼します。